ハンセン病とは、雷菌が皮膚と神経を侵す慢性の感染症。雷菌は感染力が非常に弱く、移りにくい。感染しても発症するのは稀である。1873年、明治6年に雷菌を発見したノルウェーの医師アルマウェル・ハンセン氏の名前を取り、ハンセン病と呼ばれるようになった。現在は治療法が確立され、早期発見と適切な治療で後遺症を残さずに治すことができる。1907年、明治40年、雷予防に関する件、法律第11号。この法律制定以降、ハンセン病患者を療養所に閉じ込めてしまおうという政策が取られるようになる。これが強制隔離の始まりである。1930年、昭和6年、村井県運動が始まる。それぞれの県でどこが早く全部の患者を療養所に入れてしまえるかを競い合った。その中にはハンセン病の疑いがあるというだけで実際には関係ない人まで含まれるケースもあった。これが村井県運動の始まりである。非人道的運動であった。ホルマリン漬けの胎児。療養所内で結婚すると、子供が生まれる時に伝染することを恐れ、子供を産ませないために男性は断種を迫られた。女性が妊娠した場合は堕胎させられた。その胎児はホルマリン漬けにされ、標本にされていた。各療養所内の建物内で透明の瓶の中に名前が明記されたホルマリン漬けの胎児が当時の目撃談としても残っている。
望郷の丘。東京都東村山市国立ハンセン病療養所多摩前哨園にある人工で作られた丘。終生隔離されているからこそ、ふるさとを思う気持ちは強かった。患者たちの手により丘を作り、そこから療養所の外を遠く眺め、ふるさとを思った。ふるさとに帰りたくても帰れず、療養所で生涯を終える入所者がほとんどだった。遺骨は園内の納骨堂に納められ、死んでもふるさとに帰れない遺骨は6割を超える。Oh,
すりし角川、夢は今もめくって忘れがたきふるさと。過ちは二度と繰り返してはいけない。治療法が確立された現代では完治する病気なのだから。